皆さんこんばんは、みとくです。今回はランスロットにワクワクの実をつけたいということで、時の間の修羅場に行ってみたいと思います。さあ、ここね結構来てるんですけど、全然特急出ないんですよね。でランスロットさん悲しいことになってるんで、どうにかして特急つけたい。なんかね、ここ本当に何回も回ってるんだけど、シルバーしか出ないんですよ。出やすいよね、ここって。あ、で一番出やすいんですよね、時の間が。なのに出ない。で、なんかここって結構なんだろう、神殿の中でも割とクリアしやすいんじゃないかなって自分では思っているんですけど、どうでしょうか。なんか楽しくない、ここ。結構ねこのクエスト好きなんですよね。神殿の中だったら一番好きかもしれない。鬼が結構怖いけどね。怖いっていうか、どうやっていこうかな。よっ、オッケー。あ、一匹残っちゃった。おーい、痛いぜ、それ痛いぜ。これ多分、あーでもハート取りたいな。この角度でいけるかな。よっ、あー惜しい。あ、よし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 、いい感じいい感じ。次のステージへ、まあまあいい感じで進めそうじゃない。おっと、失敗しまった。オッケーオッケー。次でチャンス来た、チャンス来た。このチャンスで金が出たことがほとんどない。ほとんどないけど、横で行ってみるかな。縦の方がいいかな。弱点までいかなかったな。弱点いった方が良かったかな。え、こんな出たっけ。今ちょっとびっくりした。え、こんな出た。困っちゃった、こんな出るんだ。あ、横の方が良かったかな。でも厄介だよね、このなんか岩っぽいの。いっぱい出るの？こんな出るの？聞いてない聞いてない。どうしよう、これ友情でやった方がいい気がする。全然減らせないや。全然減らせてないけど、こりゃ時間かかりそうだぞ。あ、でも弱点が移動したんで、あーでもシールドがすごく邪魔なところにあるな。どうしよう、これで間に入れないかな。あーでも、でもザコ倒せたからまあいいや。また多分復活するだろうけど、シールドの位置がさ、やらしいとこにありますよね。これは下からこうぐるっと行っちゃってくれ。 OK、いい、今のよかった、今のよかったよ。で、次は、あ、ナイチンゲール、あ、そうそう、ナイチンゲール2人いるんですよ、今。シングルで、なんかね、出たの。だから、ハミカ連れてこようと思ったけど、シンカ連れてきちゃった、間違えちゃった。もうこれ普通にさ、ガブちゃん直で倒せんじゃないかな。OK。はぁ、やった。じゃあこっからちょっと黙っちゃうかもしれない、75秒以内か。いつもね一人でやるとき結構真剣にやってすごいギリギリなんですよ、いつもここ突破するのが。だからちょっとせわしないけど、ごめんなさい。あ、失敗しちゃった。ほらね、こういうことになるんですよ。レイジミスるとかもダメダメダメ、それ
で先にボス倒しちゃえば楽でしょ、楽でしょ。これさ、チャンスで金出たから絶対クリアしたい。でもそんなに、あ、待って、やめて、その意味のない、あ、意味なかったな、スロット。そのね、間に、ぞやばいやばいやばい、よしよし、なんとか持ちこたえた。この鬼結構怖いですね、ずっといると危ない。セーフセーフ、これはクリアしたいですよ。うわ難しいなこれ。あ、これ下の毒やっちゃった方が良かったか、シールドいるし。失敗した。あ、レーザーに思いっきし2人当たっちゃいました。うわわわわわわ、減る。これはもうここでカンカンするしかないよね。 OK。 いやー焦るなー、焦って仕方ない。でさ、結構毒もきついですよねこれ。うわー、しくじりそうな気がしてきた。あと46秒、まずいね。回復できる子なんか連れてくればよかったかな。このさ、ゲージをさ3億ぐらいしちゃうと結構時間ギリになっちゃうよね。いつもしちゃうんですけど、3往復どころじゃなかった。だいぶゲージ溜めちゃった。いや、何か、あ、復活しちゃった。うわー、嫌なやつらが復活してしまった。時間ないよ、33秒。ザコが復活する前にやっつけたかったね、これは。できればもう、あとは友情で。このレーザーがきついんだよ。ハート取って倒せるでしょう。ありがとうございます。あと2ステージ27秒、やばい、間に合わないよ。そう、でもね、いつもギリギリだから失敗した。ランスロットがうまく使えない。ここ難しいよね、左右レーザーで結構痛いよね。いやー難しい、どうしたらいいんだろう。やめろー、10時。あ、失敗した。なぜそこで失敗するのだ。あ、これしかもレーザー食らっちゃうな。ナイスゲーム食らうよね。あ、大丈夫だった、大丈夫だったけど、次で食らっちゃうな。倒せないもんね。あ、上が倒せた。まあ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 、まだ大丈夫。あ、でも時間なくなってきちゃった。いつもはなんとかギリギリにタイムリミット以内に倒せるんだけど、今回ちょっと無理ですね。無駄が多すぎ、無駄が多すぎですよね。まあでも1個ね、金確定してるんで、ちょっと安心してる。安心してるんだけど、あ、なんか意味ないってこれやっちゃった。間違えちゃった。大失敗。安心してるんだけど、でも1個だけか、2つ欲しかった。タイムリミットあるとすごい焦りません？冷静じゃいられないよね。あのハート取りたかった。ハート取れなかった。あと一息頑張るぞ。貫通タイプね。よし、じゃあ直でいっちゃおうかな。よいしょ、うん、ミスった、ミスっちゃった。ランスロットがね、うまく使えない毎回。
でも他のクエスト行ってもうまく使えない。貫通こんなもんでいいかな。よっ、こう言ってこう言って貫通だから思ったけど、あんま変なかった、失敗しちゃったな。よし、怒りを打ち消すって最高だね。これ入れないかな、ここで行けないかな、行ってみる。なんか失敗する気がする。横に、あ、ダメだあ、でも減ってる減ってる、失敗しちゃった。左側は入れないのかな。ガブちゃん、ガブちゃんでこれで、これ弱点でも倒せるでしょ、おそらく。よし、 OK。 なんか友情のやつが欲しいんですよね。一回も多分出たことない。さて何が出たんでしょうか。金1個だけか、タイムがね残念だった。あ、 M じゃない、なんだろう、何の M？ あ、過激、悪くない、悪くないよね。でもランスロット何が、あの何をつけた方がいいのかがちょっとよく分かってないけど、攻撃力アップいいよ。あと何つけようかな。あのね、熱き遊撃、友情じゃなかったね、遊撃、これすごくいいよね、これすごいいい、これ欲しい。ちびい足もいいけどこっちにしとこうかな。というわけでね、1個だけつけられそうです。よかった、もう1個なんか特急以上のやつつけたいな。というわけでね、またワクワクの実はどんどん回っていきたいなと思います。ちょっとね、失敗もたくさんしてしまったんですが、ご了承ください。ちょっとずつ上手くなるといいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック、そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。